ども、はい、ここから始めるということは、裏レビューが始まるということでございますけれどもね。はい、まあいろいろね、ホンダをはじめね、こう裏レビュー難しいな、このバイクの裏レビューはっていうバイク何台も今まであったんだけど、やばい、やばいです。はい、はっきり言いますけれども、空波的にね、個人的な好みで言うと、けなす場所が、そうですね、一箇所、メーターだけかな。はい、それしかない。あと、まあ、大きく言うと、あと見た目。はい、見た目的に、まあ、マフラーの形状がどうなのっていうところと、まあ、できればスイングアームの形状もうちょっと凝ってほしかったなっていうところで、全体的な見た目は空波これ好きなんでね、こういう見た目が嫌いだっていう人はまあ別なんでしょうけれども、ないナッティングナッシングサムシングもうないよ。はい、まあただそうですね、裏レビュー取らないわけにもいかないんで、まあ基本的には外見中心のね、話になっていっちゃうのかなというふうに思いますけれども、本当にね、この SV650 っていうバイク、はい、まさに、なんていうのかな、俺のある意味理想とするバイクですね今、本当に、こういうバイクが俺は、いいよな、欲しいよなっていうようなバイクです。まあこのねトラスフレームの美しいことね、これ綺麗だよね、これずっと見てられるもんね、この赤いこのフレームずっと見てられる。はい、本当に美しいなって思うよね。よくね、まあ巷ではこのバイク、まあかっこ悪いよっていう抜かすやつがいるんだけどさ、どういう趣味してるのかちょっとね、見て脳みそかっぽじって見てみてえけどね。まあフルカウルみたいなバイクじゃないと認めないっていう人も当然いるからね、まあそれはその人の価値観なんだろうけどね、これは俺は美しいと思うけどね。はい、じゃ あデタのない裏レビューやっていこうかな。はい、SV650 の裏レビューをやっていきたいなと、いうふうに思うんだけれども、まあちょっとね、まあ、表の、まあ、短い尺だけでは、褒めきれないところあってね、まあ、そこからちょっと、まあ、裏レビューにしては、申し訳ないんだけども、そこから入りたいなと思うんだけれども、まずねやはりこうツイン、こう2気筒っていうとね、よく音、そうですね、音が、嫌いだ、音が嫌だと、いう方がね結構多いと思うんですよね。で特にそうですね、空波が最近乗った650のバイクでいうとね、忍者650、はい、これ高運気サウンドとかねいう人がいましたけどもね、あんないい音がする高運気があったら教えてくれよって俺は言ったけどさ、本当にね、まあそういうなんていうのかな、ある意味こう4気筒のような音じゃないと、こうなんていうのかな、興奮しないというかね燃えないというかね、そういう人は確かにこの2気筒の音っていうのは、あまりこう好きじゃないっていうのはね、まあ、それは趣味の世界だから、まあ、しょうがねえよな、しょうがねえと思うんだけれども、一つねこの SV650 に関して、言わせて、もらうと、これはね、ある意味ね、そうですね、飲み物でいうとね俺的には、カフェラテ、はい、カフェラテみたいな音ですよ。まあ、どういうことかっていうと、まあ、世の中にはね、当然ミルクが好きなやつもいるし、コーヒーが好きな人もいます。でミルクだけで飲むのもいいし、コーヒーだけで飲むのもいいんだけども、そのミルクとコーヒー、エスプレッソがね絶妙なバランスで、合わさった時にこう生まれる、新たなものってあるじゃないカフェラテ、カフェラテね、まさにそれがこれ、SV650 の音なんだよね。要するに、そのある意味こうヒュン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 っていう音と、どこ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 っていう音が絶妙のミックス具合で、混ざってんの。だから、どちらも好きな人でもこの SV の音はねきっと好きになれると思うんだよね。でそういう点でもこの SV の、まあ、エンジン音っていうのはね、すごく万人受けするんじゃないかなって、あんまり嫌いだっていう人はいないんじゃないかなっていうふうに、まずは思うということで、序盤一つそれを褒めておきますこれがね前半に言えなかったことだね。はい、それとそうですね、まあ、このバイク、まず、空波が唯一気になる部分っていうのは、まあ、メーターです。はい、メーター、ただね、このメーターもデジタルメーターで若干ね文字はちっちゃくて、速度の、まあ、数字以外っていうのは、まあ、あとシフトポジションは見えるな、あと時計ぐらいまではなんとか見える、であとは別にねそんなに、走行中に見る必要が、あるかなっていう情報なので、構わないっちゃ構わないですね。
で、若干そこがもしこれがね仮にですけれども、アナログの二眼メーターでもつけてくれようものなら、もうね、100点満点はい、100点上げてもいいかなと、思います。まあただそこは時代が時代だしね、なかなかアナログメーターをねコスト的にもつけるっていうことは難しいでしょうから、ここのね、いつもまあその波がまあケチョンケチョンに言うね、黒地に、白のまあ液晶反転液晶とは違って、まあ白地というかね、に黒の表示にしてくれているので、その点だけでも、鈴木さんありがとう、本当にありがとう、ありがたいです。僕らみたいな、年寄りライダーには、これは優しいです。はい、はっきり言って見えます、これなら見えます、はい、ですので、まあ、できれば、アナログにしてほしかったなというところはあるんですけれども、まあ、それは無理なのはね100も承知です、ですから、そこは攻めたりねけなしたりするつもりはありません、そして、デジタルですけれどももうちょっと大きく作ってもらったら本当に良かったんですけどね、まあ、これ多分共通メーターですよね。 GSX の S でもこのメーターだったような、気がするんですけれども、はい、まあ、十分見えます、はい、ですので、これはまあ空波的にはそれほど問題には、ならないかなというふうに、はい、思います。うん、で、そうですね、あと本当に細かいところを言っていきますけれども、これね、まあ、クラッチの位置がね、空波は手がでかいからかもしれないですけどちょっと近いんだよね、はい、でちょっと近くて、しかもこれはそのこの車体のね特有のものかもしれないんで、なんとも言えないんですけれども、クラッチがねつながる位置っていうのがね、すっごい手前なんですでクラッチを握った状態から一番初めにね、表でこれ俺演奏したって言ったけどまあただね本当に頭の中で、ロー RPM アシストが本当に効くのかなっていうのを試したいっていうのもあったんだけども、それ以外に、こんなにクラッチのつながる位置が近いとは思わなかったから、そこはね結構早めにポッとある程度のところまではね、話すスピードが速いからね話したらカクンってつながったんだよね。でプスっていったんだよで、まあクラッチレバーのね調節はまあ、好きにすればいいと思うんですけれども、ちょっとねやっぱりこれ手前すぎるんですよ、うん、で、ブレーキの方のねレバーに関しては、これ調節のダイヤルがついてるんですよね、うん、つけてくれてるんですけれども、そうですね、ブレーキはね俺むしろねそんなにこう例えば手前だったとしても手が大きい人間ってねあんまりこう気にはならないんですよ、まあ、みんな違う？逆？俺だけ？俺はそうなんだけど、かえってのこのクラッチの位置っていうのがねどうしても気になるんだよね、うん、なんか そもそもが俺あんまりそのなんていうかなフロントブレーキを、握らない、うん、まああんまり使わないっていうかねブレーキあんまり使わないんですよねそれほど。まあ、できればこうエンジンの回転だけで、まあ、乗り切りたいっていう方なので、そうですね、まあ、ただクラッチはやっぱり切りますんでね。でクラッチ切るとなるとやっぱりクラッチの位置が、すごい手前だよなって、まあ、俺で言うとねこう普通やっぱりなんていうのかな、この、まあ、第3関節っていうのそこの一番先っちょの関節の部分よりも内側に入ってくる、まあ、第2関節のあたりに当たるっていうのはあんまり好きじゃないんだよねこれ今これ当たってるんだけど、そこの部分に、当たってレバーが当たるっていうのはちょっとやっぱり近すぎるんで、これに関してはね、まあ、調節のダイヤルをつけてくれたら、よかったかなと、いうふうに、まあ、ちょっと贅沢な悩みを言ってみます、はいはい、細けえとこしかねえんだよ許してくれよ、はい、それとね、まあ、あともう一つこれは表でもちょっと触れたんだけれども、やっぱりね、このクラスのバイクとしては、ちょっと不満だなと思うのがやっぱり座り心地シートのね。でこのシート自体が今ちょっとこう後ろに座ってみるけど、まあこれスズキの他のバイクでも言ったことがあるんだけれども、まあ、いわゆるその滑り台シート、傾斜してる感じがあって、後ろの方に座れないんですよ。座る幅はあるんですけど、座るとすごい違和感があるの、まあ、坂になってるから。で結局落ち着くのは一番手前の部分っていうか、先っちょの部分なんだよね。で気づけばそこにケツがいってるはい、でまあ、それはいいんだけど、まあ、シート
とはね、やっぱりこうちょっとね、他のライバル車、まあ、例えば Z の650とかね、そうですね、あとは、ホンダでいうと CB650R とか、うん、それとか、そうですね、MT-07 とか、そのあたりに比べるとやっぱりちょっとね、あの薄くて硬いかなって思いますね。なので座り心地がちょっとかなりハードお尻に優しくない、まあソラナミはね鋼鉄の尻ですから多分これでも多分大丈夫でしょうけれども、やっぱりこれをねツアーラーとして、比較的長距離、まあ、十分ね過ぎるほど いけるし、俺もこれで長距離行きたいなって、思うようなバイクなので、当然そういった使い方すると思うんですけども、そういう人からすると、やっぱりちょっとこれお尻に優しくないよなっていうふうに、思うシートですね。なんでまあ、できればないと、鈴木さんいつもないんでね、ないとは思うんだけれども、コンフォートシート、まあ、あのハイシートですね、ハイシートの、設定みたいなのが、あれば、本当にいいかなというふうに思います、うん、どちらかというとね、日本人はねハイシートのなんていうのかな、あのハイシートって一般的じゃないですよね、だって、こうローダウンしようとする、もしくはアンコ抜きしようとする文化はあるんですけれども、高いシートをつけようと、いう文化はあまり日本にはないよね、でも海外にはやっぱりそれあって、でソラナミもですね、F800R のところで本当に体感したんだけれども、ハイシートの座り心地ったらないからね、本当にすごく座り心地いいですよ、はい、ですので、まあこれもにもこの SV にもね、そういう選択肢が、あったら、さらに良かったかなと、はい、いうように思います。んで、あとはね、本当にね、このバイクが、いいかどうかの、その選ぶかどうかの最大の、そうですね、まあ分かれ道っていうのは、一つは見た目だと思いますね、はい、見た目、要するに、昔からのそのザ・オートバイっていう格好をしてるわけですよ。で、横から見るとね、よく見るとですよ、なんていうのかな、こうパッと見だけで決めちゃう人はね、あ、なんだこれ古臭ダサで終わっちゃうと思うんですよ、だけどもよくよくこう見ていくと、まあ、このトラスフレームの美しさですとか、全体のフォルムのこの完成された美っていうのはソラナミはすごくよく分かるんですけども、そのパッと見だけで判断されちゃう男も女もそうだよね考えてみればそうだね、あのパッと見だけで判断されちゃうところってだいぶあると思うんだけど、パッと見だけで損してるソラナミですそれ以外でも損してんな俺は性格悪いしねまあ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 いいんだけれども、そういったところでだいぶ損してる部分っていうのはあの確かに、あると思います、うん、それと、やはりこうやはり大型バイクですからねこれ、ですと大型バイクの、免許がないと乗れないバイクですっていうことは、まあ、車検もあるし、なかなか大型のね、荷台持ちっていうのも難しいところですから、やはり大型バイクを買う人っていうのは、まあもうちょっとねこう目立つバイクで大きいバイクで これってはっきり言って大型にも見えないような大きさですしね、見た目もこうおとなしいと、はい、いうようなバイクです。どうせ買うんなら目立つバイク、大きいバイク、いろいろな機能がついてるバイクが欲しいっていう人は絶対多いと思うんだよね。でそういう人からはやっぱり選んでもらえないのかなと、いうふうに、思います。まあ見た目だけで言うとね、本当に、生徒会長です、はい、クラスにね一人いる、メガネをかけた、三つ編みお下げの生徒会長、まあ、昔からのザ・女学生っていうね、見た目をした、生徒会長なんですよ。でやっぱりねその生徒会長はね、モテないです、はい、でこんなあの勉強ばかりっていうかね勉強しかできないんじゃねえかと、まあ面白いことも一つも言えねえんじゃねえかと、いうようなね、ことでこう敬遠されます。でもねこの SV650、まあ、この生徒会長はね、勉強だけじゃないからね夜の街に出ればこの生徒会長は歌って踊れます歌って踊れるし、さらにですね、あの吉本張りのギャグも飛ばします何でもできるんだよこの生徒会長は。おとなしいのは見た目だけ、中身は何でもできるバイプレイヤーですよ、それが、まさにこの SV650 っていうバイクを、象徴している部分だと思いますね。ですので、どうせ付き合うんだったらね、男だったらどうせ付き合うんだったら、可愛くてね今風の見た目をしてるね、ちょっとギャルっぽい、女の子と付き合いたいっていう男心は、確実に僕も理解できます、はい、だからそういう人が、この SV650 を選ばないっていうのは、非常によくわかります、うん、でも、この生徒会長はそれだけじゃないからね、本当に、歌って踊れる、そしてギャグも飛ばせる
せる。で、はたまた、家に入れればね、料理もうまいですよ。本当に。ね、こんな嫁いる？あ、嫁じゃねえかな。こんな彼女いるかっていうぐらいの、彼女ですよ。本当に質実剛健、見た目よりも中身、質を取るとしたら、このバイクを、まあ、この彼女を選ばない手はない。正直そう思います、うん、ですのでね、まあ、ただね、やっぱりこう見た目っていうのもね、見た目は、まあ、あの気にするべきじゃないと、言ったところでね、以前からソラナミがバイクを選ぶ基本的な、基準っていうのは、何ですかっていうアンケートを取った時にも、圧倒的でありましたけれども、バイクというのは、見た目、そして、パワー、はい、これで選ぶという人が全体の7割以上いらっしゃいました、ですので、そういう方のね、考えが間違っているとか、そういう方にね、このぜひこれを乗ってほしいっていうふうには、僕はね、あえて思いません、はい、思いませんけれども、本当に僕から見るとね、この SV650 っていうオートバイに、乗ってるライダーさんを見たら、今でもね、あー、この人バイク分かってんなって僕は思いますよ。僕に思われても仕方ないけどね、はい、そういうふうに思います、まあ、ただね、見た目だけで、敬遠するということであれば、この、まあ、バイクのね、フルカウルのようなバイクはありませんけれども、まあ、幸い、まあ、X っていうね、カフェ風のカスタムをした、こちらの SV650 はあります。で、あれはね、見た目的にも、こういったようなもう本当にザ・ネイキッドっていうようなね、バイクの見た目のが、こう嫌いと、うん、あまり好きじゃないと、古臭いと、いう人でもね、 X の見た目は、あ、これならいけるじゃんっていうね、はい、あの、まあ、三つ編みの生徒会長がポニーテールにしたようなもんですよ。メガネを外してね。それだけでもだいぶ違いますから。はい、まあ、そういう X もありますのでね、ぜひね、この本当に SV650 っていうバイクは、本当に素晴らしいバイクですので、これはね、本当にもし検討された方はね、乗らなきゃ損ですね。ということで、SV650 今日はね、本当にあまりこう裏レビューにはならなかったんだけどね、褒めることしかなかったんで、まあ、表でね、ちょっと褒めきれなかった分っていうのもちょっと裏で言わせてもらったんで、本当の意味で裏レビューにはなってねえかもしれませんけれども、本当にね、絶賛、はい、あの、素晴らしい、はい、表でも拍手したけども裏でも初めてですけどね、拍手しておきましょう、はい、素晴らしい。